戦績がですね、22戦全勝 18KO、西サモア出身でですね、92年、バルセロナオリンピックのですね、ヘビー級銅メダル獲得して、それからプロへ転向してですね、これまで、まあ、相手選びながらなんですけれど、非常に勝ち続けて注目を浴びてますね、はい、一方チャンピオンのですね、ジョン・ルイスの方、これは1歳年上の24歳、戦績が27戦25勝 17KO2 敗、これは左ジャブが得意なボクサータイプですね。オリンピックのスーパーヘビー級代表だったダネル・ニコルソンと、まあ、クイのマイナー団体なんですけど、 IBO ヘビー級タイトル争って、この試合は12回判定負け。ところがですね、昨年6月、デリック・ロディヌですね、レディック・ロディに2回 KO 勝ちして、クイの WBC インターナショナルヘビー級タイトル獲得してますね。だからこの試合はですね、挑戦者のトゥアの方がまあ有利と見られている試合ですね。はい、浜さん、ワンポイント、はい、どこでしょう。まあ、ワンポイントではやっぱトゥアを注目したいんですね、うん、この選手は安定したボクシングはするんですけど、ここ一番にいいパワー不足があるんですよね。そのパワーがついてるかどうかを見たいですね。しかも大事なタイトルマッチですからね。はい、さあ、どんな試合になりますか、ご覧いただきます。3月15日、会場はニュージャージー州にありますアトランティックシティのコンベンションセンターです。アメリカのジョン・ルイス、そして西サモアのデビッド・トゥアーの一戦。先ほど小泉さんがおっしゃいましたように、デビッド・トゥアーの試合はこれが23戦目なんですが、これの半分近くね、ワウワウが放送しております。もう皆さんおなじみですね、あ、これはマイケル・モーラーですね。あ、そうですね。あ、これはジェリー・クーニンですね。はい、あ、なかなかのビップな顔ぶれが今リングサイドに顔を見せております。まあ、かつてクーニーはですね、ラリー・ホームズとその激闘を演じました。まあ、最後の試合はジョージ・フォアマンと戦ってノックアウトされて、それでもう最終的にリング去りましたよね。はい、こちらが西サモア出身のデビッド・トゥアーです。バルセロナオリンピックヘビー級銅メダリスト。逃げ早しましたね。そうですね。凄みがなんとなく感じられます。正気様みたいな。まさにそうですね。そしてこちらがインターナショナルヘビー級チャンピオンのジョン・ルイスです。 WBC インターナショナルヘビー級チャンピオン、24歳のチャンピオン、そして23歳の挑戦者。こちらがチャンピオンです。27戦25勝 17KO2 敗。この試合は白のトランクスをつけます。このタイトルは95年の6月に獲得したタイトルです。ジョン・ルイス。そしてこちらが挑戦者デビッド・トゥアー、黒のトランクスです。22戦 18KO 無敗。浜さん、いい成績ですね。この戦績からすると相当な強打者のように思いますけどね、ただやっぱり相手が大きくてガード一辺倒に回ると倒せないところありますからね。Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing black trimmed with white letters and weighing in at 225 pounds. He comes to us from Auckland, New Zealand, with a perfect record of 22-0, 18 KOs to his credit. Ladies and gentlemen, introducing the undefeated challenger, David Tua. 挑戦者デビッド・トゥア、225パウンド、102キロです。Across the ring, fighting out of the red corner,
wearing white, trimmed with blue letters, and weighing in at 219 pounds. His record an outstanding one, 25 victories with 17 KOs, only two defeats. He comes to us tonight from Chelsea, Massachusetts. Ladies and gentlemen, presenting the WBC International Heavyweight Champion, John the Quiet Man Ruiz. ニックネームが面白いですね。クワイエットマンって言ったら静かなる男ですよね。あんまりボクサーが静かなると困るんですね。ウェイトは219パウンド、99.3キロ、ジョン・ルイス。バンバン火を吹くようなその強打を当ててですね、相手ノックアウトしないといけないですね。そうですね。WBC インターナショナルヘビー級タイトルマッチ12回戦。ジョン・ルイスの防衛なるか、デビッド・トゥアータイトル獲得なりますか。先ほど言っていましたルー・ドゥバがこのデビッド・トゥアーのセコンドについています。メールストレーナー、まあ、ブルドッグのような表情、大きな体、それが特徴です。さあ、ゴングになりました。体大きくないですよ、顔が大きいんです。おお、左に大きいです。右を下ろします。左から右、右をクロス、おお、ダウン。すさまじい猛攻です。終わりですね。これ起きませんね。試合終了です。早かった、試合です。ルールが飛び出してまいりました。豪快なパンチを振りましたね。いやあっという間です。あっという間にこの WBC インターナショナルヘビー級チャンピオンの座を獲得です。まあ、先制攻撃をですね、まあ、英語でオープニングアタックと言いますけどね、文字通りそれですね。こちらドクターが入っています。いやー、しかし一発目でぐらついて、その後踏みとどまりましたから、その後凄まじかったですね、浜田さん。いやー、倒れかかるところまた打ちましたからね、確かコーナーかロープに1回詰まっていましてね、そこで持ちこたえてしまったそうです、ね、わけですが、余計にそのために余計に打たれますね。まあ、速攻の威力ですね。まあ、速攻っていうのは確かに効果あるんですよ、はい、特に1ラウンド目というのは相手の体がまだ温まってない。だからまあ、速攻というのはですね、素早い回転の速い連打で相手を痛めつけることですからね、はい、いや、しかしこれでトゥアー、浜田さんが最初おっしゃいましたようにね、はい、トゥアーのそのあたりをタイトルマッチ、それからここ一番というところね、トゥアーおっしゃってましたけどもね、パワーですよね、一番豪快な試合ですね。そうですね、我々一番本当に豪快な試合ですよ、お届けした試合の中では一番そのトゥアーの力強さ、爆発的なものを見せた一戦ではないでしょうか。トゥアーの追いかけ方なんかマイク・タイソンのような追いかけ方ですからね。そうですね、まさに。あ、全て当たっ、これこの辺から当たり、ね、香りかかるところまた打ったんですね、はい、そうですね、そういうところは。先週申し上げましたけどね、カス玉と理論で倒れる寸前、相手がキャンバスに倒れるまで打ち続けるんだということですね。倒れてから打つのは反則ですから、はい、ここでもう一発打つことでですね、やはりその相手はもう起き上がってこれないですよね。まして浜田さん、はい、クラスがヘビーウェイト、ヘビー級ですからね。そうですね、本当に倒れかかる寸前はもう意識不明ですからね、それで余分に打ってるわけですから、これは立てないですね。1ラウンド19秒ですよ。早いですね。Tony Perez waves off the 10 count and calls a halt to the bout. The title changes hands. The winner and new WBC International Heavyweight タイトルがその移ってですね、新チャンピオン、デビッド・トゥアーですね、WBC インターナショナルの、チャンピオンになります。新しいチャンピオン、デビッド・トゥアー。